お疲れ様。月島、貴様！月、まさか！ジャパン！すげえ！牛若は最終的な代表まで残ってたわけで。全日本だよ。全日本。19歳以下の日本代表。分かってんの？分かってるよ！こちらは1年生だけということですが。月島くん。すげえ月！県トップの1年だ！合宿。月島。春高も近いですし、僕は頑張ってこいよ、月島！外で揉まれるチャンスなんてなかなかないぞ、月島！だいぶ間に合ってます。スルだ。僕は知らない。知らない人です。え、カラスの？ああ、あの速攻の。今呼ばれてないのに来たって言うの？バカじゃないの！だって逮捕は困るだろ。は？だからってなんでこっちに来んだよ。つうか逮捕されなきゃ行くのかよ。どういう思考回路だよ。このバカ、ほんとバカ。ボキャブラリー。カラスノのメガネもあんなうろたえることあんだな。ひなたしょうよ。熱く燃えている。トス、どうだ。いいんじゃない。もっとなんか言えよ。さっさと帰る準備してよ。こっちは王様と違って高潔扱いじゃないって聞いたろ。明日までは普通に学校あるんだから。月島さん、謝んのとかやめてくれる？君の猪突猛進バカが今に始まったことじゃない。ろくにボール触れなくて悔しい？自業自得だよね。やっぱりやめますって泣きついてみる？せいぜいボール拾い頑張って。春高前の貴重な5日間棒に振らないようにね。ああ、嫌だ、バーカ。ちょっと付き合ってくんない？ブロック練習、自主練なら球拾い以外やったって問題ないでしょ。別に無理にとは。それ先勝たせば。あ、くそ、一番低いの僕かよ。僕も今のはクラスで打ってくると思った。こいつもバレー歴短いって聞いたけど、さすが立て子、闇雲に飛んでるわけじゃない。駆け引きを置いといて、日向が相当ブロックが見えているスパイカーなのは確かだ。練習相手に使わない手はない。攻めたつもりのボールも、やっても百沢はワンチ。ちょっと割れたか。じゃあその顔は何？珍しいお前のちゃんとしたトスを見てテンションが上がると同時に悔しさも感じます。具体的かつ正直にどう思う？そこまでナイスでもないし。は？休養を取るのだって練習のうち。おーい、月島、東京に乗り込む気だったんですよ。月島も合宿で成長したか？はあ、まあ。慎重。月、なんか背伸びた？うるさい山口。なんか月島、小金川がセッターの時の方が高いところから打ってた気がする。ちゃんと飛んでますけど。そっか。フェイント。マッチ。いつも通りだ。なんだよ。しまった。何をイライラしてんのさ。王様はご機嫌斜めですか？久々に王様節じゃない？俺は内容はどうあれ、言い方がムカついたら聞かない。左に同じ。こいつ
おい。あ、そう。別に結構ですけど。飛べ！スッキー、落ち着いて！心を沈めて！影馬、スッキーを煽るな！うるさい山口。鬼王様、ずいぶんいい子じゃん。もう月島大人げない。日向に言われた。さっきの根に持ってやげるね。いいゲス顔だな。ゲスリードブロッカー。ややこしいわ。縦甲のブロックの精度は慣れるにつれ上がってきてる。少しでも打点が低ければ捕まってた。縦甲のすごいとこは日向に超速攻を決められてもそれはそれと割り切ってるところ。動じないよね。そして試合後半、疲れてきた日向を満を持してドシャッと。なんだと？カラスノには打つ手なし。伊達校の超理想的なストーリー。お前どっちの味方だ？日向に何度も決められればブロックに迷いが出てもおかしくない。伊達校のブロックが日向を気にしてるな。まあ今までやかましかったやつが急に黙ったみたいな感じだもんね。そしてあわよくばしびれを切らしたブロッカーがゲスブロックして。悪いけど僕機械でもバケモン日向でもないんで。猫又先生の紹介でお借りできた体育館で歩く調整だ。一緒に行けって言うんじゃないんですか？僕がその二人についていけると思います？言うこと聞かない場合、交通手段が不便でできる限り帰るのが困難な場所に放置するから。どうせこの旅館の場所も分かってないんでしょ？うっす。スッキー。しかし点差は今一歩つまらない。牛若を止めたこのねちっこいブロックが前衛だもん。待ち！チャンスボール！6、3枚！4番寺泊まり、超高校級の高さとパワー。でもコースはクロスに偏る。せー！月島、ナイストス。はい。やっぱ距離感つかみにくいな。ぶっちゃけ半分はラッキー。日向と同じような反応すんのやめてくんない？ああ、はい。あったまったところじゃないよ、疲れたよ。菅原さん、声真似やめてください。こいつ今絶対僕のせいにしたな。絶対いつもより高かったから。チャス。うわあ、あの人すごい人なんだろ？雑誌かなんか載ってたっけ？いや、取材とかされんのがすげえ嫌いらしい。競合に密着でしょ。心配しなくてもこっちには来ないよ。だよね。山口、ピースピースしに行こう。やめろ。君はなんかもう色がうるさい。月島、月島には言われたくねえよな。